主人様であるメイちゃんが2024年7月17日に発売するアルバム焼きそばパンを大紹介。僕がご主人の代わりに全曲紹介しちゃうぞ。超絶豪華な今作は21曲も収録されているから大ボリュームでお届けするね。みんなはどの曲がお気に入りかな。それでは早速行ってみましょう。まずは1曲目から5曲目まで焼きそばパン。1曲目エンジョイ。まずは1曲目から5曲目までを紹介したよ。1曲目のエンジョイはゆず北川悠仁さんの楽曲提供。まさに夢のコラボレーションソングだね。3曲目のシャッターチャンスはテレビアニメ 2.5 次元のリリサのオープニングテーマ。みんなはアニメも見てくれたかな。続いては一気に6曲紹介しちゃうぞ。焼きそば6曲目仮面。の毛の類い。
めろあっけないわ。川谷絵音さんがアレンジプロデュースを手掛けてくださったんだよ。とっても豪華だよね。11曲目の炎は蔦谷光一さんがアレンジプロデュースを手掛けた楽曲。どんな曲か気になってもっと聴きたくなってきたでしょ。ここまではディスク1を紹介したよ。みんなはどの曲が好きだったかな。続いては12曲目から16曲目をドドンと紹介。焼きそばバーン。12曲目珍獣世界。16曲目はこちら。14曲目のドントストップザショータイムはシティポップを代表するメロディーメーカー林哲司さんが作曲してくださったんだよ。雨の日のドライブで聴きたくなるね。そしてここでブルーレイ付きの商品についてくる映像をチラ見せ。今回はなんと3日でログハウスを作るというとんでもない企画、世界で一つの茶目付き地を作るが収録されてるぞ。茶目付き地で。これ60キロぐらいあるらしいんで気をつけてくださいこれ人力人力人力クレーあるじゃないですか。違う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 、そうは人力だ。初めて見た。こんなでかくなる。めちゃくちゃでかいの作るじゃん。待ってむずい。おい行け。疲れたな。あれ？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 どんな感じ？誰ですか？あ、この道3年半のっていうもの。もう家やん。もう家よ。ご主人頑張ってるね。さあ残りもあと数曲、ラストまで一気に駆け抜けるよ。焼きそばバーン。17曲目音色。世界中、アマチュアもライト、僕らは
ました。毎日なんやかんやあるけれど、僕には焼きそばパンがついている。パンと焼きそば主役はどっち、不思議とうまく混ざり合っている。21曲目、太陽のマーチ。こちら19曲目の終わらないラブソングは、なんとメイちゃんの憧れの存在でもあった亀田誠二さんがアレンジプロデュースを手掛けてくれた楽曲。この曲も僕の大好きな一曲だよ。ラストを飾った太陽のマーチ、この曲のミュージックビデオは歴代メイちゃんのミュージックビデオを手掛けてくれたイラストレーターさんが集結して一つの物語を描いてくれてるんだ。感動的な作品だよね。これで全曲紹介できたね。21曲収録の待望のフルアルバム、みんなも早く聴きたいよね。今回紹介したアルバム焼きそばパンは2024年7月17日に発売だよ。お楽しみに。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。焼きそばー。